They utilize their main fraggers, Walker, JJ, Mariu. Those three are very, very good aimers. They're very smart players. The way they utilized those three players with their flanking and their roaming and their aggressive play style was very, like, they used that very well. IT 選手がかなり好き勝手に暴れてますね。暴れてますね。ビザーカーは詰めてってます。さあ、ここでウォッカ選手が上からの射線を生かしてキルにつなげました。落としたのはスラッシュ選手のミラー。さあ、ウォッカ選手は置いているが、これはどうだ、おっと打ち勝った、うん、さあ素晴らしい。そしてウォッカ選手がまたしても上からの射線でもう一人持っていく。さあ残ったのは2オン2、ここでもウォッカ。さあ残ったのはローブラスト1。さあ上にいます。おっと、素晴らしい、しっかり抜いた。これウォッカエースではないか。残り時間20秒、飛び出してきましたがシャトルうまく対応、しかしメリウス選手がカバーと。いや、これパーフェクトラウンドでしたね。これはさ、ワンオンワン、メリウス VS シャトル。残り時間が15秒。さあ、フラバンが入った。おっと、ここでメリウス決めた。さあ、ブライアンも倒れて残ったのはシャトルのライオンのみ。残り時間が8秒7秒ありません。ウォッカ選手がここでカットしてモラレンがマッチポイント。すげえな、マジで。第2ラウンドでそのモラレンゴのウォッカ選手にオールキルされた時もそうなんですけど、結構ハードにピークして勇気したの印象があったんですけど、その6ラウンド目からそのピークの量を減らしてたと思うんですよね。先ほどと同じような展開を試みようとはしてますね。パイプ付近に対して射線を敷いてますね。そしてウォッカ選手はおそらくはこれイージリーの遊撃警戒してますか。本当にみんな多分焦ったよね。こっちがもうあと1本取れば勝ちっていう、そのちょっとした油断というかちょっと浮き足だったところに、ガレージに対して全員、ほぼ全員がログ。さあ、ノラレン、これ会見室は来ないだろうということで、メリウス選手がかなりアクティブな動きをしているんですが、ここでローグがガジェットを焚きまくる。しかしゲノバ選手がまずはスラッシュを飛ばした。さあ、ウォッカ選手飛び出したんでしょうか。ここクレームにかかっています。取れるラウンドラウンドを落とし続けて、で結局逆転されて終わったんで、ノラレンさんとしてはなかなかにきつい試合だったと思いますね。ここでローグが一気に抑え込んでくる。残ったらメリウス選手の火花のみ。キーポイントとなるプレーとしてのウォッカさんの第2ラウンドでの最初の飛び出しキル、まあそこから流れが変わったっては思いますね。ウォッカ選手、おっとここで飛び出し。さあ、劣勢の中ではありましたが、オフラインでも素晴らしいパフォーマンスを出しているウォッカ選手。あそこがめちゃめちゃ強いポジションで、ソファー乗られてこっち簡単にイージーにキルが取れる、かつ向こうの高台乗ってないことを一瞬チェックできて、それでいなかったら殺しに行けるんで、どうしてもあの1キル欲しくて行っちゃいましたね。キッチン守りの時に僕スモークの中設置したのをうまくジェノバさんが殺したシーンがあったと思うんですけど、そのラウンドでそのローグがポイント取れなかったっていうのが、そのナオレンゴを勢いづかせたんじゃないかなと思います。おっと、ここはジェノバ選手。自分の場合もう楽しむことを前提にやってるっていうふうに気持ちで切り替えてるので。おっと、ここスラッシュが打ち込んできた。さあ、そしてシャトルがスモークを頼りにプラント入りましたが、
このラレーン、ここグラントはセリシャですが、うまくジェノバ選手がカット。このラウンド大活躍したのはジェノバ選手のスモーク。一勝でもできたらめちゃくちゃ盛り上がると思うんですよ。面白いですよね。We were very surprised by the way they played. We definitely underestimated them and were very surprised at how good they were. やラストワンマップ、まあ気合い入れてみんなで頑張っていきます。よろしくお願いします。自分的には練習しててあんまり感触がないマップで、まあ、あんまり得意不得意マップがあんまないんですけど、僕だって結構平等にできるんですけど、銀行はちょっと特に最後まであんまやりたくないなっていう話はしてたので、ちょっと怖かったですね。ドラレン若干これ工事間に合ってない感がありますが、さあローグ仕掛けてきた。ここは速攻勝負。ここで E1D が入った。さあそしてスモークもたかれる。さあスラッシュがここはジェノバ選手をカット。いやー、やっぱポイント直詰め的なセットプレー、ローグ本当強いですね。はい。On the third map, you changed the current. We knew we had to slow down as a team and just like play slower, just calm down a bit, don't push too fast, and just take fights as a team to take the site. And on defense, just communicate more and play as a team.ここロビーからそして上からとかなり激しい突き下げが始まっています。そして平面でも押してきているグラスがいますので無理はできないんです。いやー、惜しかったですね、マジで。いや、惜しかった、ほんまに。いや、俺、いけると思ったんですけど、ね、延長入った瞬間、来た、これと。そうですね、まあ、自分はちょっと甘さが出たというか、範囲何かと言われると難しいんですけど、まだ整理がつかずしんですけど、やっぱり経験値で少し踊っていたかなって思いますね。でも惜しいで意味ないんで、まあ、負けは負けなんで。流れは完全に来てたんですけどね。Rogue is an incredibly strong North American team, and for them to come into this with people expecting them to just lose, they put up an insane, like an incredible fight. We were very impressed with the way they performed. I think they did APAC as a region very proud. アメリカ1位のローグとあそこまで渡り合えたっていうのは、まあ、今後のやっぱ自信もつくと思うし、自分たちのミスで全部落としてて、まあ、ファーストブラッドが簡単に取られたりとか、今回の試合でまあ対等に戦えるってことが分かったので、まあ、そういうのを自信にして、まあ、チームみんなで練習を重ねて、リベンジを果たしたいと思います。あ、まあ、今回のシーズンファイナルでは悔しい結果だったので、パリでは絶対に、日本の皆さんにいい結果が見せれるようにこちらも努力しますので、応援よろしくお願いします。あのペンタとのスクリームのこと、ボコボコにされました。率直に言うと、いや、ゴーガから直接 DM が来て、自分たちの本番前にそのアップの段階で、お前らと一回本気でスクリームやらせてくれないかみたいなのをお願いされて、本当びっくりした。 DM してマジゴーガから来たんだけど、やばいやばいやばい、ね、どうする。まあでもやっぱり攻め方がうまいですね。攻め方も守り方も本当にピークのタイミングがとてもうまくて、なんか時間がない時でもあんまり焦ってないんですよね。普通に今結構やられましたけど、まあ、正直言っちゃってみたりとか、まあ、やってみたりして、もう本当にすげえうめえなと思うんですけど、勝てない相手じゃないな、これからひたすら練習続けてこれからやり続ければ全然勝てない相手ではないなって。